まあ乗れるっていうのが分かったから良かったけど、うん、気持ちとかそういうコンディションとか高めて行ったんですけど、まあその反動が半端じゃないっていうか、終わってからの疲れ感とか疲労感とか、やっぱりどこかにあるっていうことなんだね。何なんだろうな、その強い人が、まあそれが経験なのかもしれないけど、経験でカバーできることならもう一回これ決勝乗んないと、まあ前回がまぐれになっちゃいけないし、本当高松で感じたことをどう出すかが簡単ではないんですね、やっぱり。この後、まあ平は胃腸炎で欠場したし、なかなかこう気持ちと体のこう状態が上がってこなくて不安でしたけど、まあまあ、全日本が自由だったから今回9ぐらいかな、っていう、あとは気持ちで10になるか11になるか、でもようやく良くなってきたから、もうずっとなかなか調子が上がんなかったから、ここ来るまでようやく、良くなったから、まあいい勝負できるかなっていう状態にはなってきましたけど、そこをやっぱり気持ちでカバーできるとやっぱり一段上の選手にたどり着くんでしょうしね。そうですね、まあ、気持ちで走るタイプだったから、まあ、だから、まあ、気持ちがちょっと疲れちゃったから、まあ、一宮もちょっと不甲斐ない成績だったんで、まあ、今回はちょっと、まあ、一回こう体調崩したけど、まあ、一回休んでそこからまた作ってきたから、どれくらいなものなのか分かんないですけどね、走ってみないと。でもこう検査場の雰囲気とかこういうので気持ちもぐっと入ってきたから、いいんじゃないかなと思いますけどね。結果はまたちょっと難しいけど、良さそうな感じは、今日の感じとかは、入った感じとか気持ちのなんかこう感じとかは、本当走りにどう出るかが、まあ、楽しみにして明日の、そうですね。だからまあやっぱりこう気持ちもの、ね、気持ちと体がこう噛み合わないと、やっぱりこう見すぎて仕掛けが遅くなってしまったりっていうことになるから、まあそれだけは避けるっていうか、まあ本当に気持ちと体がコンディションが良くなってくれてればいけると思うから、なんとか中村さんと、中村さんと僕がどっちかが一着取れるようなレースができたらいいかなと思いますけどね。積み重ねですからね。そうですね、だからもう一回これ決勝乗んないと、前回がまぐれになっちゃうから、まあだからそういうそれぐらいの感じになってくれれば、なって、まあ、走んないといけないなとは思ってますけど、今回また決勝の乗んないと、でいつかは自分のヘルメット投げないといけないですからね。あれは反響があっていいやつだなって見て、まあでもまあお客さんが取ってくれって言われれば、まあね、お客さん取ってくれっていうのは鹿として戻れないでしょ。まあでも結局多分な、あのよくあの見たんですよ、フェイスブック、はい、そう見させてもらって、あ、村上さん戻ってきてたと思って、そう、もうだからもう必死、まあ、その自分なりに必死でこう取ってくれって言われたものを取って投げてたから、全然ね、だ村上さんにはちょっと申し訳ないことしたけど、まあなかなかできない、退避するというか戻るコースだから難しかったね。そうですね、まあまあ俺らしいっていうか俺らしいのかな。投げる機会待ってますね。そうですね、今回投げられればいいですね、自分のヘルメット。